ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回もご視聴ありがとうございます。今日は日産リーフのですね、Wi-Fi 化ということでですね、以前から私が実践しているやり方をですね、ご紹介したいと思います。新型リーフでですね、マイナーチェンジがつい最近ありまして、その時にですね、社内 Wi-Fi ができるっていうサービスを始めたということでですね、それが対応になったっていうことで、そういうことなんですけども、旧型リーフでもですね、そうでないリーフでもですね、Wi-Fi 化ができますので、今までですね、私がやってきたことをちょっとご紹介したいと思います。まずですね、クレードルですね、こういうですね、YMAX っていうのを今使っているんですけども、こういう、端末ですね。これをですね、ここに、クレードルを、こう、くっつけまして、これでですね、一応、いつでも、こういうふうに、クレードルに挿している状態であればですね、充電できているということでですね、ずっと、使えるわけですね。で、これによりですね、後ろの席に座っている人とか、助手席に座っている人、私、運転している人の Wi-Fi 化ができるということですね。こんなような感じでですね、使ってます。これでもう、どうですかね、1年半ぐらいになりますかね、使用して、すごい便利でですね、とりあえず、10台ぐらいですかね、いっぺんにつなげれるみたいなんですけども、これでですね、運用させて、利用しています。そんな感じでですね、完全にですね、ここ固定してありますので、クレードル自体をですね、車のエアコンのダクトの横のところにですね、もう直付けしてしまって、クレードル自体がもう完全に固定した状態でありますので、でですね、これをセットしておけば、とりあえず、充電可能ってことですね。走行中でも充電可能。で、外に持ち出すときは、これをそのまま、外せば、外に持ち出して運用できますので、一石二鳥ということですね。そんな感じで、ですね。で、スマホホルダーは、そのクレードルにですね、直結して使ってます。で、こんな感じでですね、直射日光は、がちょっとやっぱり心配なので、100均の、こうなんかこう、入れ物ですね、そういったものにですね、カバーみたいな形でかぶせてますね。これでこんな感じでですね、運用しております。参考にしていただければ、幸いです。これでですね、日産リーフの Wi-Fi 化が可能となりました。以上で動画を終了させていただきます。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。